皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は7月27日木曜日、新しいガチャイブやってもらいましたので、この動画一本で終わらせていきたいなと思います。ということで、右下にイカクがいます。なんとですね、新しい PC 購入しました。いやー、久々ですよ。まあいらないって方も多いかもしれないですけど、久々に実写付きでやっていきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そしてどうだろうな、なんかカメラの画質良くなった気がしません？まあ、ちょっと新環境で撮影してるので、実際どうなってるかわからないですけど、新しい環境になってますので、ぜひそのあたりの品質なんかもコメントいただきたいなと思います。そして最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなと思ったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。昨日の実写動画も見てね。ということで、本日もですね、更新内容すべてお話していきたいなと思うんですけど、まずはですね、今ヨーロッパの主要リーグは開幕していないので、ほぼ全ての選手がライブアップデート C 固定になってるんですけど、これをですね、価格順とかにしていただくとどうなるかっていうと、はい、なんとデアラス変えた今週 A で使えるんですよね。ブラジルリーグだったりとかはこんな感じで反映されてますので、ぜひワールドカップのデアラス変えたとか、まあ週間とか指名契約でもいいので、デアラス変えた持ってる方は今週使ってあげてください。最高で、あとですね、イベントに関してなんですけど、まあいつも通りイベントが来ておりますと。で、まあ基本的にはいつもと同じ感じなんですが、ちょっと寂しいとこありますよね。はい、先週まではここにですね、レジェンドイベントっていうのが来ていたんですけど、今週はないので、なんと週間無料分も一つだけとなってしまいました。これちょっと寂しいですね。まあこのツアーイベントから週間復刻パート1の無料分はもらえるんですけど、今週に関しては週間復刻パート2の無料分っていうのはありませんので、ここだけは注意してみてください。いや、僕どうせ復刻なら無料分出しちゃってもいいと思うんすけどね。いや、まあ来週以降はシーズン切り替わってもしかしたら来るかもしれないんですけど、今週はとりあえずお休みとなります。ただですね、これもしかしたら見逃してる方いるかもしれないんですけど、クラブナショナルからイベントって押していただくと、こちらからですね、 GP が獲得できるイベント開催されてますので、ぜひこちらも初回報酬は結構美味しいので、やっていただきたいなって思ってますね。今週特別なのはこちらのイベントとなります。さあ、そして新しいガチャ見ていきましょうか。今週はですね、3つの新ガチャがやってきていて、ビジョナリーパスのショータイムに週刊復刻パート1、そして週刊復刻パート2、こちらの3つとなりました。で、やっぱり今週の注目はこのビジョナリーパスですよね。完全新スキルになるんですけど、なんと能力がこちら。パスを受ける選手のワンタッチパス、ワンタッチシュート、トラップの精度が上がりますと、今までにないですね、まさかの周りに効果を与えるスキルになってるんですよね。いや、これ僕ね、純粋に面白いなって思いましたね。さらに言うとですね、もうこの説明文の通り、発動条件がないっていうのもすごくいいですよね。まあ、結局フォートレスとかゲームチェンジパスとかって条件が厳しいので、それがないだけでも今までの新スキルの中でも結構いい方だなって思いましたね。てかさ、まあ、ちょっと効果は違いますけど、これゲームチェンジパスの上位互換みたいになってないか。はい、ちょっとこれ以上言うと消されそうなので黙ります。で、実際ですね、僕も配信で使ってみたんですけど、いや難しいな。まあくまで僕はだいたいディビュアンの、まあ、レート1700から1800ぐらいの意見として考えていただきたくて、まあ、メロンパンさんとかシュートさんとか世界何位とかゴロゴロいるので、まあ、そういった方の意見も聞いてほしいんですけど、まああくまで僕はトラップが一番実感できたかな。このビジョナリー組からパスを出した時に受け手のトラップがいいなっていうのはありましたね。特にフライパスとかのトラップはすごい収まりがいいなって思いましたね。まあ、逆にワンタッチシュートとかダイレクトダブルタッチとかは正直あんまり実感できなかったかな。多分もっともっと試合を重ねれば感覚は変わってくると思うんですけど、まあ初見はこんな印象で、まあそうだな、なんかがっつりやってる人向けって印象なんですよね。めっちゃ試合する人とか上位勢からすると試行回数がとにかく多いので、細かいところで違いが出てくるとは思うんですけど、まあ、エンジョイでやってる人とか軽くやってる人からするとちょっと分かりづらいスキルではあるのかなって思いましたね。で、能力に関しては改めて明日の比較動画でもやるんですけど、モドリッチはワールドカップ週間の方が純粋な数値は高そうだし、グリーズマンに関しても最強週間とプレイスタイルは違いますけど、能力はほぼ同じぐらいって感じで、今までよりも明確に強いのはまあデブライネぐらいかなって思いましたね。いや、マジでむずいな。まあ、そもそもね、1万コインぐらい最低でもないと勝負できないラインなので、無課金とかコイン少ない美課金の方は無理だと思うんですけど、いやー、美課金の人とかはね、1人ぐらい取っておいてもいいと思うんですよね。まあ、トラップの違いはわかるからそれだけでもでかいですし、それこそフェノミナルと組み合わせたりするとまたいろいろと幅が広がったりとか、なんか今後ね、1人は持っておいて損はない気がするんですよね。っていうちょっと言い切れないような表現になってるんですけど、まあ、やっぱり新スキルの中ではフェノミナル、エッジクロス、モメンタムなんかと並んでかなりいいスキルにはなってるんじゃないかなって思ってますね。で、さっきも言った通り、改めてショータイムの比較動画っていうのは各
去のハイライトなんか含めてがっつりやっていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。さあ、そして続いてですね、週刊復刻のお話をしていきたいなと思うんですけど、今週はですね、まあ一昨日の動画の予想通りこちらの2つやってまいりました。てかさ、ここで2つ来たってことは来週以降もちゃんと来そうですね。どっかの動画のタイミングで今後のガチャスケジュールがっつりまとめていこうかなって思ってますね。で、やっぱり今週はこのパート2じゃない、こっちはなかなかに熱そうかな。週刊としてはおそらく最後になるであろうロナウドもいますし、スーパーサブケシエだったりとか、バグ強化カラスコ、さらにはショボシュライなんかもね、まあ、それこそリバプールスカット作ってる方なんかは来シーズンに向けて獲得していただきたいですし、割と注目選手が多いのはこっちのガチャになってくるんじゃないかなって思ってますね。いや、でも無料分がないよ、コナミさん、無料分1回ぐらいつけてあげてよ。まあ、絶対引けレベルではないですけど、パート2に関しては引くのを前向きに検討してもいいのかなとは思ってますね。で、逆にですね、パート1は、まあ、無料分だけでいいかな。まあ、デパイが結構当たりで、まあ、トロサール、オタビオ、サラー、いい選手はいますけど、まあ、やっぱりね、週間だとなかなかディエンダーが強化されづらいっていう環境とか、もろもろを考えると、ちょっと厳しいガチャになっちゃってるのかなって思ってますね。無料分だけは絶対に引いてあげてください。で、今週ですね、無課金、美課金の方が引くならどれって話なんですけど、僕はですね、もう消えちゃってるんですけど、フランス代表のガチャか、プレミアリーグのガチャ、この2択だと思ってますね。まあ、シンプルにもうここは狙いの選手が多い方を選んでいただければいいと思うんですけど、まあ、選手揃ってる方はプレミアリーグのガチャ、選手あんまり揃ってない初心者の方はフランス代表ガチャ、そんな分け方かな。まあ、特に選手揃ってない方にとってはフランス代表ガチャはかなり熱い補強ができると思いますので、まあ、その2つから選んでいただければいいんじゃないかなって思ってますね。どちらもですね、来週の月曜日になくなってしまいますので、ぜひ引く方は早めに検討していただきたいなって思ってますね。ちなみに僕もさっきプレミアリーグのガチャ引いて、ニョントとオーカしっかり加工しました。マグワイヤーもね。はい、ということで、そんな感じかな。まあ、今週の更新は結構シンプルで、キャンペーンとかもそんなになかったので、ここまでの情報を押さえていただければ、最新情報すべて OK なんじゃないかなって思ってますね。さあ、ということで、行きましょうか。顔出していいですか ?3、2、1、ドン。はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ行っちゃっていいですか?無料分だけにしようかな。とりあえず無料分を1回引きましょうか。行っちゃっていいですか?なんだかんだこの中だとね、僕デパイ当ててないんで、デパイは欲しいかな。デパイが出たらで、てかなんかさ、マジで画質ちょっと良くないですか?なんかね、謎にね、パソコン変えて、前のパソコンのが良かったんですけど、画質だけは向上したんですよね。さあ、ということで、行きましょうか。無料分、星5絶対に当てましょう。さあ、久々の顔出しをしながら、でもね、こんな感じのリアクションしてたからね、顔出してないのにすげえさ、こうやってカメラ見たりとかさ、いろいろやってたんですが、え、待って、え?待って、え?未消毒、星5?え、待って、未消毒の星 5? 誰?え、誰がいる?いや、パバールか。あー、なるほど。いや、フランス代表の州に来るか。はい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 。タイミング。はい、ということで、今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。まあ、さっきも言った通りですね、無課金、美課金の方は、フランス代表ガチャか、もしくはプレミアリーグのガチャを引いていただくのが、今週はいいと思ってますので、ぜひ皆さんそのあたりだったりとか、今後出す動画を見ながら検討してみてください。今日もありがとうございました。久々の実写付き、どうでしたか?感想、高評価、お待ちしてます。ありがとう!